あ、分け合って心だけで生きてます。見たり聞いたり喋ったりするにはこうして何か物に取り付かないといけないんで、この姿です。この街は60年前から火星人っていうか宇宙人や UFO と深い関わりがあるんです。その辺の歴史は俺らの長老ローズさんに聞いてみてください。僕のほら右後ろの空き地、そこで寝たり起きたりしてる人、人っていうかの火星人。ああ、そうだ、この町は去年緑区遺産に登録されました。昭和レトロな町並みが保存に値するって。でも俺それだけじゃないと思うんですよ。あくまで俺の推理ですよ。ただ限りなく真実に近いっていうか当たってると思うんですけど、緑区は、いや横浜はこの町が宇宙人が暮らす町だって気づいてるんじゃないかな。だからこの町を遺産に指定した。もう根拠ならありますから。2011年横浜で黒い三角形の UFO が目撃された事件知ってます？昼間からたくさんの人が見たってちょっとした騒ぎになった。 UFO はしばらく空を漂った後墜落、警察によって回収されます。ところが警察は回収したのは実験用の熱気球で UFO じゃないって発表。怪しくないですか？俺思うんです。本当はやっぱり UFO だったって。横浜は UFO の存在を隠したんです。世界で初めて空飛ぶ円盤が目撃されたロズウェル事件、なんかあれみたいじゃないですか。すごく怪しくないですかこれ。まあ理由は何でもよくて、大事なのはこの町が緑区遺産に登録されたってこと。俺これ結構嬉しかったんですよね。古い町並みを保存するってすごく大切なことだと思うから。建物自体の耐久年数があるからずっとこのままってわけにはいかない。そのことはみんな分かってます。でもそれでも変わらずそこに居続けてくれる存在って嬉しくないですか？僕は嬉しいです。ずっと見てきたから。人が去ったり建物がなくなったり。この町の空本当に高いですよね。昔はこの空によく UFO が現れたんです。空飛ぶ円盤。あの高い空に浮かんでこの町に働きに来た宇宙人たちを地面に下ろす。ピカーって光の道を地面に向けて放射して、もしかしたら今日だって来るかもしれない。じっと待ってれば空の向こうからポカってやってきて、よかったら少しだけこの道に佇んでみてください。それで心だけになってその光景を見ようとしてみて、そしたら見えるかもしれない。夜空に浮かぶ UFO が。目をつむって。